1976年の王子塩ィカリ乗降場と、周囲約1トル範囲。中央に、線路班事務所があり、その左側のカーブの頂点近くに小さな、サビ色屋根の待合室が見える。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの1948年、米軍撮影航空写真 USAR404 から18によれば、線路班事務所を間に挟んだ。 左右のいずれも南側に、それぞれ待合室を持つ短式ホームが確認できる。国土交通省国土画像情報をもとに作成美事、円仮上工場は、かつて北海道薄郡大滝村あざといさとにあった日本、国有鉄道胆振線の仮上工場である。過疎化するまで住民が利用していたため、大滝村は1949年、1950年、 1961年に正式駅への昇格を陳情している。おろえんしりべつ、おろえんの由来については、みその駅駅名の由来を三照島駅の所在した旧地名に由来する。もともとこの地域はおろえんしりべつと呼ばれていたが、東上工場の位置よりすぐ北側に接して開拓植民地が作られ、1919年の二級、町村製施工事に上げおろえん、アゲオロエン 中愚園、下愚園のあざ名が付けられた。一方、東上工場はそれらの植民地より、南のあざ愚園知別原野に含まれたが、開業時までに、自、大明園となった。なお開業後間もない1941年12月の、あざ名改正により、大明園は、豊里、上げ愚園、中愚園は、清原や宮城に改正され、大滝村の行政区分から愚園に由来する。 名前はなくなった。オロエンは様々な形で漢字表記されており、行政単位としては上記の通り、大脇園やオロエンが当てられているが、1971年の実験によると、現地の駅名表はオロエンであった。また、札幌鉄道管理局運転部ではオロエン同施設部ではオロエンと称し、付近のトンネルはおじンと称した。廃止時点で、 短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。1961年頃までは上下列車用にそれぞれ別の場所に短式ホームがあったが合理化により一箇所となった。利用客減少後は登場工場付近で列車は乗降し乗降客のない場合はそのまま通過する扱いを行っていた。乗降客が皆無となった末期は全列車通過扱いであった。 2001年時点では新大滝駅、味噌の駅間の線路跡や橋梁が一部林道に転用されながら残存し、当駅跡の味噌の方には、愚園下道橋のガーダー橋も残存している。2010年時点、2011年時点でも同様であった。この橋は、記載された思考表によると、伊達門別から 46km443m の位置にあるとのことである。 オロエンカ道橋のすぐ隣には、第二美寺その川橋梁の橋台も残存していた。また建物別方に、オロエントンネルの高校が、コンクリートで封鎖された状態で残存しており、2010年時点でも、同様であった。日本国有鉄道胆振線新大滝駅をじ園仮城工場、みその駅。ありがとうございます。